人類がまだ誕生していない時代にお伝えしましょう。巨大な生物が地上を持ち歩いています。ようこそジュラシックパークへ。しかし、人を襲うようなことはありません。オウムのように曲がったくちばしを持つこのプシッタコサウルスは、角を持つ恐竜の中では最も小柄で、ヒメリオの祖先と考えられています。プシッタコサウルスはプロトセラトプスやプルテラトプスと同じ草食恐竜の仲間です。この天使時代に生物する草食恐竜は、体の連れ子と疾走スパイクを駆使し、アルカウルスのような外敵から身を守ります。中世代に恐竜が実際に食べていた食物をふんだんに与えています。次はハドロサウルスの入り江です。こちらセントラルコントロール、ご安心ください。すぐにモーターを戻ると成功します。ステーションでボートを止めるんだ。